アトスは世界50カ国以上でクラウドやビッグデータ等の IT サービスを提供している多国籍企業。フランスに本社を持つ IT コンサルティング企業としてはキャップジェミニに次ぐ第2位、ヨーロッパでは3番目の規模を持つ IT サービス企業であるユーロネクストパリ上場企業。子会社としてドイツに本拠を置く通信サービス企業のユニファイなどがある。日本法人は アトス株式会社であり、東京にオフィスを持つ。アトスは2000年、フランスのアトスとオランダのオリジンが合併して、アトスオリジンとして設立された。2002年、KPMG コンサルティングのオランダ事業を買収した。同年から国際オリンピック委員会ワールドワイドパートナーに参加している。2004年アトスは、シュルンベルジェセマを買収した。2008年、 t エリーブルトンを会長に迎えた。それまでは、ビベンディテレコムのフィリップが務めていた。2011年7月、シーメンスから IT コンサルティング部門を買収、同月オリジンの法人が消滅し、アトスが企業名となった。決済事業については、オットースワールドラインの名称で運営していたが、二千十四年六月にワールドラインとしてスピンオフした。二千十四年五月、 コンピュータ企業のブルを買収し、統合、2015年6月、ゼロックスから IT アウトソーシング事業を買収、2018年7月、アメリカンエキスプレスなどを顧客に持つ、アメリカミシガン州の同業シンテルの買収で合意した。アトスの起源は、1926年に設立されたセゴスである。当時フランス系団連の労働科学機構であった。 20世紀前半の間に法人化され、1958年に世紀末まで活躍する強力な指導者を得た。セゴスは彼のグローバル人脈により IT コンサルティング企業として急成長した。1970年にクレディオネがデータセンターとしてスリガを設置。1972年にセゴスの IT 専門主会社がスリガと合併した。 翌1973年、この新会社はフランス版デビットカードのオペレーションシステムを開発した功績を銀行業界から称えられた。開発熱がいくつかの会社を誕生させ、やがてそれらが1991年に統合した。1996年、それがスリゴスと合併することが決まり、翌1997年アトスとなった。 アクチュアリーの草分け的存在をハンデウィットが無双徳時代を支えたオランダは現在のベルギーにあたる地域が勢いを取り戻すまでフィンテックの最高峰であった1976年オランダのエンジニアがビソという会社を設立した1991年に彼のフルスフィリップスが C&P という子会社を作った年後にビソと C&P は合併して オリジンとなった。ありがとうございます。